穴開いてる。なんだろう。ね、取ったかな。届かないから。あんま泣いたよ。まぶしいよ。貝はこうやって割れちゃってるんだけど、ちっちゃいのだったらなんかまだこれとか、綺麗、これとかちょっとね、ちっちゃいからピントが、ピンク色の貝殻とかもあるね。綺麗ですね。あ、絵馬を描いた時の油性ペンが。あ、ご覧ください。海の色と合っている。ご覧くださいって村上さん。ご覧ください。村上さんです。あ、大きいのあった。ね、綺麗に残ってる。バイバイ。自然に触れるって大事なのかもしれないって思った。That's it.
原の部屋という字を書いたのですが、部屋が消えてしまいました。ということで今回の動画で最終回です。シマネコ、シマネコ、このプピプピ鳴るのうちの猫嫌いなんですよ。あ、そうなんです、ね、だからダメなとこ登った時に遠くからって鳴らすと、怖いってことですか？そう、こうやって遠くから鳴らすと怖いって降りて逃げて。普通好きなイメージありますけどね。なんか音鳴る、何これってなるのかなと思ったら、うんうん、すごい形相で逃げるから、よしこれは取っとこうって。マガタマが抱えてますよ。すごい。さっきのタクシーのお姉さんにあげたい。ね、確かに。かわいい。あ、かわいいですね。ね、あれ今年のサンリオの大賞？大賞ってシナモンじゃなかったでしたっけ？ね。多分。ポムポムプリンは2位でしたっけ？うんうん。一時期1位重なってましたけど。え、シナモロールでしたっけ？シナモロールだったのに。シナモンだと食べ物になっちゃいますね。そっか。かわいい。ASMR。かわいい。笑ってますよ。ね、顔あるのかな。ちょっと考えて買い物したいと思います。この購入品。じゃーん。じゃーん。瓶。本当。菓子パン、バラのパンと、あと出雲のプリンと、あと飛行機内で食べようと思ってアイスって書いて、醤油アイスみたいです。行こう韓国みんなで。何の時だっけ？1周年。1周年。近っ。こんにちは。こんにちは。はい、帰ってきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。弾丸でしたか？いかがでしたか？まだ1日経ってないんですよね、実質。でもすごい贅沢な旅行だったんですけど、まだ20時間くらい、あ、20時間ぐらい、昨日の夜10時ぐらいからみんな一緒で、なのでね、村上さんが盛大に水を飲んでます。だってでもなんか楽しい旅、めったにこれだってあれですもんね、10万人企画ってことですもんね。10万人お祝い企画です。じゃあもうこういうことはめったにないでしょ。やってほしいけど。ご褒美企画でしたね。ご褒美企画でしたね。弾丸でしたが、とても楽しかったです。なんかあんまり映ってないかもしれないけど、他にもマネージャーとか村上さん含めスタッフさんも入れたら、みんな5人で旅できて、みんな楽しそうにしていたのがなんかいい思い出になったかなと。大人なんだけど修学旅行みたいな感じがあってよかったです。あとはずっと島根県の出雲には行きたいです。その出雲大社行くには寝台列車乗っていくっていうのが私の夢だったので、それを YouTube で叶えていただけてすごい嬉しかったのと、あとは道中あれだね、タクシーの運転手さんとかからも出雲大社についてとか、また他の神社にこうまつわるエピソードとか、なんか
何にご利益があるかとか、なんかいろんなお話が伺えたので、なんか勉強にもなったなって。行けてない神社ありましたもんね。ありましたね。ちょっとまた行きたいなって。そんなに頻繁には行けないと思うけど、またプライベートとかでね、行けたらいいなと思います。見て、行ってみたいって思った方は、まずは寝台列車の争奪戦、頑張ってください。楽しかったです。ありがとうございました。また来られるように頑張りましょう。頑張ります。じゃあまたね。バイバイ。